はい、皆さんこんにちは。総合格闘家の松浦真宮です。今日は重大な発表があります。9月の17日に、高松で新人王トーナメント準決勝戦が行われます。対戦相手は、なんと今、5勝0敗すべて1ラウンド KO で終わらせている超波に乗っている宇藤選手です。これはね、すごい自分にとってはね、試されるな、チャレンジだなっていうふうに感じていますが、しっかり勝って、全ての話題性をかっさらいたいなと思ってますんで、はい、取りに行きます。もちろん優勝します。新人王トーナメントに優勝してシュートのチャンピオンになって、ここで立ち止まるわけにはいきません。なのでぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。オリジナル T シャツ1万円で売ってます。ぜひ、ウェブサイト下のリンクから、購入していただいて、応援してください。はい、ということでとりあえずご報告でした。頑張ります。おっす。